はい、ウィス、今回なんですけど、今回はね、ワイルドハーツのおすすめの武器を紹介していきたいと思います。まあ、ランキングとしてね、まあ、おすすめっつっても別にね、最強武器のランキングとかではなくて、使いやすい、万人受けする、誰が使ってもある程度使いやすい武器と、なかなかその使うのが難しい武器ってあると思うんで、その、なんか使いやすい武器のランキングっていう感じです。なんで、最強武器のランキングとはちょっと違うんで、そこはちょっと誤解のないように最初に言っておきます。なんで、別にね、最下位の武器だからって弱いわけではないんで、使いこなしたら強いけど、使うのはむずいよねっていう感じになってきます。はい。で、早速話していきます。まずは最下位の方から、このね、変形痕になっております。武器のね、紹介自体は詳しくね、まあその武器ごとにね、解説というか、強いムーブとか紹介していこうと思うんで、まあさらっとね、説明していくんですけど、変形痕はね、なんでこれを最下位にしたかっていうと、まあ強いには強いんだけど、まあシンプルに、まあ難しすぎる。基本的に、4種類の武器を切り替えて戦って、で、最後に体験の状態で一発バーンってかますっていう感じなんだけど、ゲージを貯めてね。ただね、そのゲージ貯めるのがね、なかなかむずいのよね。こう、ジャストのタイミングで攻撃をして、その後の変形攻撃を当てないといけなくて、当てないといけないっていうのもまた難しくて、敵動くしね。で、モーションもね、一個一個はコンパクトなんだけど、変形後の攻撃も当てなくちゃいけないっていう風に考えると、結構ね、動作が長いんで当てにくいと。で、からくりとか利用してね、まあ、貯めようと思ったら、結構まあ、貯めやすいっちゃ貯めやすいんだけど、まあ、それでも、まあ難しいかなとは思います。そもそも4種類の武器のモーションをね、覚えないといけないんで、どこら辺のタイミングで、この光ってね、ジャストでこう変形できるかっていうのも武器ごとに違ってくるんで、なんで、まあそういうね、覚えないといけないっていうやり込みがね、出る武器になってます。ただ、まあ、ロマンはめちゃくちゃあるんでね、すごい俺は好きな武器ではあるんですけど、で、こうやってマックスまで貯めることによって、で、最終弾、ドーンとね、まあ、これもうロマンの塊だね。もうとんでもねえダメージが出てるんで、まあ、好きな人にとっては最高に刺さる武器だとは思うけど、ただちょっと使いにくいんで、まあ、やり込みが光る武器かなと思います。はい。じゃあ続いて。はい、ということで続いては傘になります。傘はね、昨日動画にしたんだけど、これめちゃくちゃ強くて、俺はまあめちゃくちゃ気に入ってる武器ではあるんだけど、ただ、まあ使いやすくはないよね。てか使うのは確かに難しいと思う。っていうのも、この武器はね、基本的にやっぱパリが、重要で、パリできるかどうかで結構変わってくるんだけど、相手のモーションを見て、ジャストのタイミングでパリしないとやっぱ成功しないんで、初見のモンスターに対して傘で挑んだりするっていうのは、まあ、結構なゲームセンスとか反射神経が必要になってくるかなとは思います。ただ、使いこなせればね、めちゃくちゃ強いし、あと昨日の動画で結構詳しく使い方は言ったと思うんだけど、あれ見てもらえればわかると思うんだけど、言うてそこまでのね、なんか、ハードルが高い武器ではないんで、まあ、入りやすいというか、こういうね、パリとかそういうのが好きな人にとっては、もう神武器にはなるとは思います。ただ、万人受けはね、まあしないかなと思うんで、まあここら辺のランキングにしました。はい。はい、じゃあ次は土になります。これね、実は発売前の先行プレイの状態で、結構、その先行プレイやってるプレイヤーたちの間では最強武器って言われてたんだけど、個人的にはね、まあめちゃめちゃ強いのはそうだと思う。強いのは強いんだけど、火力も高いしね、強いんだけど、この武器使いやすいかって言われたらね、結構微妙だと思うんですよね。なんでかっていうと、この武器ってね、死角からの、このなんかジャストのタイミングで特殊攻撃と、あ、今ミスったな。これ結構、判定がね、難しいんだけど、ジャストのタイミングで、こう攻撃の終わりに特殊攻撃と死角を連打する、あ、連打ってか押すことによって、ほら、最終弾でね、とんでもないダメージを、まあ、出せるっていう感じなんだけど、まあ、モーションが遅いし、しかも、まあ、パリみたいな感じで完全にシビアなわけではないんだけど、判定がね。ただちょっと、難しい、ちょっと特殊な判定を、こう、使ってね、攻撃するっていうのが、なかなか難しいかなと思ってこの辺のランキングにしました。まあでもね、重い系の武器が好きとか、あと相手の攻撃のモーションの好きとかを理解してたりして、例えば相手が大技をやって、その大技をかわした後に、このね、威力の高い技を決めていくみたいな感じだったらめちゃくちゃ強いと思います。まあ、これもね、まあちょっとやり込みが光る武器ではあるんだけど、まあ、火力ね、このロマン系の武器をね、ずっと当てれるっていう自信がある人にとってはめちゃくちゃ強い武器にはなってくると思う。ただやっぱ敵もね、動くし攻撃してくるしで、なかなかそんな上手いこといかないんで、まあ難しいかなと思ってこの辺のランキングにしました。
はい、続いての武器はこちらになります。大筒ですね。これもね、まあ、ソロ、これちなみにね、あ、これ最初に言っておけばよかったわ。これね、ランキング、ソロのランキングになってるんで、マルチだと、また話は変わってくるんだけど、ソロでね、この武器を使うっていうのはむずいよね。だって見て、遅いよね、もう動きが。で、これ一応、カラクリを使って動きはね、カバーすることはできるんだけど、特徴としてはね、オバヒ直前ぐらいまで弾を撃つんだけど、このエリアの中にいればね、その、ほとんど無限に弾が撃てるんだけど、あんまりその戦い方は強くなくて、どっちかっつったら、このカラクリとかを利用して、空中からこうやってね、なんか撃っていって、で、なんかまあゲージを貯めて、で、別にこれ敵に弾を当てなくてもいいんだけど、まあできればもちろん当てた方がいいんだけどね。で、こうやって、撃っていくと強化状態になるんで、この状態で、これを敵に弾をね、バーンと当てますと。で、敵に弾が当たったらそれが跳ね返ってきて、このフィールドの中で特殊なリロードをして、で、なんか、光るんで、その光った状態で必殺技を打つことによって、とんでもないダメージを出すことが、まあ、できるわけなんですけど、まあ、ちょっとね、見ててわかる通りね、まあ、3000ダメージすごいな。すごいんだけど、見てわかる通り、もう儀式がね、かなり長くて大変なんで、このムーブをね、すごい綺麗に毎回毎回決めることができたら強いけど、まあそれもね、なかなか難しいと。で、そもそもさっきのやつ弾外しちゃったらね、この儀式すべて無駄になっちゃうっていうのもあって、まあ難しいとは思うんだけど、ただ、まあ、さっきも言った通りね、相手のモーション見たりとか、あと罠とか利用して拘束したりとか、マルチとかだったらヘイト稼いでくれればそれだけでも役に立つんだけど、あとつくももいるしね、ソロでもね。つくもがヘイト稼いでもしてくれるんで、まあ、そういう意味ではね、使えるとは思うんだけど、まあ、使いやすいかって言われたら微妙かなと思ってこの辺のランキングにしました。はい、じゃあ次。はい、じゃあ続いて、こちら、野立ですね。まあ、ぶっちゃけね、この辺になってくると、もう結構もう使いやすい部類にはなってきます。あとは結構好みになってくるんだけど、使いにくさはほとんどないです。ただ、野立をね、このランキングにしたのは、チャージみたいなのがあって、このチャージを敵にね、まあ、バーンって当てることによってダメージが与えられるんですよね。で、動き自体がね、まあ、そんなに速くはないんで、これバット状態の歩きは結構速いんだけどね。ただ攻撃のモーションは、このゲームの中では割と遅めになってるんで、まあ結構人は選ぶのかなとは思います。ただ、まあ、これもね、ちょっと個別に強いムーブとかは紹介しようと思うんで、あんまり詳しく話してると長くなっちゃうんで、簡単に言うと、このね、チャージしてる状態で攻撃しても、チャージ一気に溜まってくんですよね、こうやって。はい。こんな感じでチャージ一気に溜まってくんで、意外とその最大まで溜めるのが簡単っていうのもあって、まあ、そこまでね、言うほどハードル高い武器ではないです。あとはまあ、カラクリとか利用してもね、溜まってくんで。まあ、こんな感じで使えるんで、まあ、割と思ってるよりは使いやすい武器にはなってます。ただまあ、遅い系が苦手な人にとってはね、ちょっと使いにくいって感じると思ったんで、まあ、この辺にしました。はい、じゃあ次。はい、じゃあ続いてこちらの武器になりますね。これ、飛炎刀になってます。これは、かなりね、さっきとは打って変わってめちゃめちゃ手数が多くて、もうスピード感半端ないね、武器になってます。で、これはね、ゲージを貯めることによって強化状態みたいになって、その状態で、まあ、無双するみたいな武器なんですけど、これちょっと敵が、あれだな、的がちっちゃいから当てにくいけど、この武器はね、基本的に地上で戦うことはまあ、ほぼほぼなくて、空中でね、戦っていくんだよね。なんでかっていうと、空中の方がね、メリットが多くて、例えば、ほら、ゲージがね、一瞬で溜まるんだよね。そうそうそう。なんで、このゲージをまず敵に、攻撃することによって溜めて、特殊攻撃でアンカーをぶっ刺すんだけど、普通にね、アンカーぶっ刺すよりも、おすすめは羽。羽使って、こうやって狙い定められるから、これで弱点にこう当てて、この状態で無双すると、まあ気持ちよくなれるかなと思います。ただ、弱点が一個だけあって、まあ弱点っていうかって感じなんだけど、このゲームね、相対的に、他の武器に比べてって話なんだけど、他の武器に比べたら、この武器は、ちょっと火力は抑えめになってます。まあでも、しょうがないかなって気はするけどね。あんまりなんか、難しい操作とかもないし、機動力が売りの武器なんで、これで火力あったらもう、一択になっちゃうじゃんって なっちゃうんで、まあ、しょうがないとは思うんだけど、ただ一応弱点としては、他の武器に比べたらちょっと火力は劣っちゃうんで、んまあ、ただね、その火力を補うためには、相手の攻撃をこう、かわしながら、空中戦とかで、継続的に常時、弱点に攻撃を当て続けるっていう感じのができれば、まあ火力差も埋まるんですけど、そうそうそう。まあだから逆に言うとね、そういうなんか敵の攻撃をかわして、素早い攻撃をもう、こう、バン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 やっていきたいっていう人にとっては神武器になってます。はい。じゃあ続いて。
はい、続いて弓になります。まあ、これもね、動画で詳しく話したんで、まあ、詳しく知りたい人はね、そっちを見てもらいたいんですけど、まあ、これはね、めちゃくちゃ強いです、この武器は。もうめちゃくちゃ強い。で、使いやすいしね、使いやすいし強いしで、まあ、なんか、この弓とか遠距離系が好きな人にとっては、まあ、とりあえず弓使ってれば、ほとんど全てのモンスターは対処できるんじゃないかなっていうぐらい強いです。はい。個人的にはね、この機動力とかも、カラクリとかを利用すれば、機動力も半端ないし、火力も、半端ないしで、もうなんか、困ったらなんか、弓持っていけばもうなんかとりあえず倒せるぐらいのポテンシャルはあります。はい。なんでもうこの辺になってくるともう、ただ単純に強武器みたいな感じになってくるんですけど、まあおすすめの武器に なります。なんで、詳しいね、強いムーブとか知りたい人はぜひね、動画見てください。ということで次。はい。で、1位は刀ですね。まあでもこれはね、まあ満場一致かなって思うけどね、正直ね。このゲームで一番使いやすい武器は何かって言われたら、まあ、まあ刀よね、普通に。まあ運営的にも多分最初になんかこの刀から強制的に始められるし、まあとりあえず刀を使って慣れてくださいよって言われてる気がするぐらい、まあ刀はスタンダードで使いやすい武器になってます。ただ、俺刀めちゃくちゃ好きなんだけど、使いやすいんだけど、すげえ奥が深くて、もう本当に奥が深いんだよね。これ多分、思ってる以上に奥が深い武器になってて、まあそれ、詳しいね、その解説とか強い動きっていうのはまた個別に動画にしようと思うんだけど、とりあえずこの武器の特徴としては、まあゲージをこう貯めることによって一定時間強化状態になって、で、その強化状態で、まあ無双するっていう感じなんだけど、この武器のね、使いやすいなって思うところは、なんかね、モーションがね、すごいね、わかりやすいんだよね。例えば、コンパクトなこういう、なんか、あんまり威力はないんだけど、コンパクトな、動きができる技だったり、あとは威力が高いんだけど、ちょっと、動きが遅いみたいなね、感じの技だったりとか、あとはなんかこう、移動しながら、切れる攻撃だったり、なんかいろんなね、バリエーションがあって、敵によって戦い方も変えれたりとか、状況によって変えれることができるんで、まあ、使いやすいかなと思います。で、まあ、ゲージをマックスにした状態だったら、もうこんなね、もうとんでもない、威力の、てかヒット数。これをなんか、ま、ぶちかましていくっていう感じです。しかも、こっからのね、この三角の派生、最終段、この攻撃がね、まあ、めちゃくちゃ強くて、もうやばいよね、この攻撃力ね。はい。で、こんな感じになってます。で、刀の特徴としては、カラクリを使った攻撃の威力が高いんで、例えばこうやってね、カラクリとかを当てていくと、まあ、すごいダメージが取れます。で、なんか全体的に使いやすいんだよね、カラクリからのモーションも。初からの動きもすごい、わかりやすく強いし。なんで、まあ、弱点がほぼない武器になってます。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。これがね、まあ俺なりになんか使いやすいと思った武器ランキングになります。ただね、別にランキング下の方の武器だからって、その武器が使いたくてね、やりたい人とかだったら全然使っても問題ないぐらい、どの武器でもね、極めたら強いんで、まああんまり深く考えずにね、まあなんとなく使いやすい、使いにくい、こういう武器なんだ、ぐらいの認識で多分大丈夫だと思います。はい。よかったら、参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、お疲れピーポー。